皆さんこんにちは。今日はバーキン30センチについてご紹介したいと思います。バーキン30センチ、こちらにご用意してあるのはサイズが30センチのものになりまして、お素材はトゴという素材になっております。このように少し目がありまして、柔らかい、少しプタッとしているのが特徴となっております。今金具の色はシルバー金具で今回ご紹介させていただきます。まあ、このように大体中を開けてですね、こうやって使われる方の方が多いと思うんですけれども、まあ、閉じてるとやっぱエレガントに見えるんですけど、開けるとこのようにカジュアルな感じの印象にも切り替わります。お色のお名前が、これはもうエルメスのもうずっと定番で作られている色になりまして、流行り廃りのないお色、ゴールドというお色になっております。はい、でこちらの電子機、これがですね、作られているのが四角の M 刻印になっておりますので、2009年ぐらいに作られているお品物となっております。とっても綺麗じゃないですか、こちらですね。今回はちょっと、まあ、どのような方が30センチ持たれるのにちょうどいいのだろうな、サイズ感結構ですね、悩まれる方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。なのでサイズ感について、30センチについてどのような方がいいのかっていうのをちょっと、ワンポイントとしてアドバイスさせていただけたらと思います。まず30センチ持たれる方ですね、このように開けて持つのでラフなスタイルで、例えばスタイラーだとジーンズですね、ジーンズに T シャツっていうような感じで、海外のセレブの方とかだと割とそのような感じで持たれてる方が多いので、カジュアルというような印象もあるんですけれども、日本の場合ですと、例えばお子様ですね、お子様がいらっしゃる方とかですと、入学式とか卒園式、または授業参観とか、ちょっとかしこまった場でも持っていけるというようなメリットがあります。あとですね、私がお見かけするのは結婚式とかでも今は持たれる方がいらっしゃるような感じですね。はい、あとはですね、お仕事をされてる方ですね、幅広い方に使っていただけると思うんですけど、まあ、俗に言うキャリアウーマンの方ですね、が持っていただいているサイズがこの30センチ一番多いと感じております。で、その30センチ何でもいいのかなっていう理由としましては、まあ、物が結構やっぱり入ります。で、まあ、35センチこれより1個大きい素材になっちゃうとちょっと重たいかなっていうところの問題点が出てきてしまうんですけど、30センチであれば、まあ、大体 900g の重さになっていますので、まあ、持ちやすいかなというような感じですね。じゃあ今日は自称キャリアウーマンの私が使っているものを入れてってみたいと思います。まずこちらのノートパソコンですね、これは13インチになっております。13インチの場合ですと、これよいしょ入っちゃいます。じゃじゃーん、こんな感じで入るので、まあ、閉めることは、閉めても持てると思うんですけど、私ちょっと開けてることが多いので、このように開けて持つ分には全然問題ありません。でですね、もう一個、よいしょ、大きいやつ、皆さんこれ結構持ってるんじゃないかな、サイズ的には。こちら15インチの方ですね、こうやって持つと大きいんですけれど、じゃん、大きいんです。なので15インチの場合はこちらは入りません。で、まずこちらのパソコンを入れたとして、まあ、私の普通のライフスタイルなんですけれども、まず大好きなスマホですね、これないと生きていけないです、これを入れちゃいます。で、まあ、iPad を今使われてる方もいらっしゃるかな、どうかなっていうところ、一応このような感じで入れさせていただきますね。で、よいしょ、A4、 これ結構書類とかもらったりとかすること多いと思うんですけれども、正直ギリギリなんです。斜めにしたら入らなくもないんですけれど、ちょっと気になるわ、飛び出てるわっていうのが気になる方は軽く折って入れることをおすすめしています。まあ、でもこれでも全然困ったことはないので、絶対に折り曲げちゃいけないっていう書類以外は出ちゃっても OK だと思います。はい、でですね、大事なお財布ですね、皆さん今の時代はキャッシュレスの方が多いので、お財布持ってる方あんまりいないかもしれないんですけれども、日本人はまだまだお財布文化ですので、私はお財布の方を持ち歩いてます。お財布と、あと手帳ですね、これはもう絶対に必要なので、予定がわからなくなっちゃうと困るので、これを持ち歩いています。はい、
以上が入りまして、中身としてはこんな感じ。まあもうちょっとゆとりがあるかなというような感じなので、女性の方だと必須の化粧ポーチですね。お化粧直しとかのものも、口紅とかそういうものもパワッと入れられるぐらいの隙間は空いてるので全然入れられちゃいます。なのでこれぐらい、そうですね、パソコンの重量があるので、まあ、重さ的には結構きますけれども、でもだいたいこのぐらいは全然余裕で入っちゃうので、よいしょ、肩崩れもしないので、そしてですね、よいしょ、こんな感じですね。トコなので柔らかいので、なんかこう肩崩れしちゃうかなとかっていうのは心配だと思うんですけれども、重力下に来るので肩崩れすることもなく余裕でこれぐらいのものを履いちゃうので、ぜひいかがでしょうか。キャリアウーマンの方、かなりおすすめのサイズとなっております。はい、